90式水上処方練習機90式水上処方練習機は第1次世界大戦と第2次世界大戦の間に日本海軍で採用された練習機である。開発は横須賀海軍工廠で製造は主に渡辺鉄工所で行われた。設計事務者は沢次郎少佐と鈴木亀文義士。機体略版は K4Y。 13式水上練習機の後継機として1933年5月に正式採用され、生産数はそれほど多くなかったものの太平洋戦争末期まで使用された。13式水上練習機など、それまで使用してきた水上練習機が次第に旧式化してきたため、海軍は1930年に新型の水上練習機の開発を決定し、 横須賀海軍交渉で設計に着手した。開発は順調に進み、同年中には試作機2機が完成した。服用、副座の総フロート式の水蒸気で、翼は木製本屋組にハフバリ、胴体は交換溶接構造にハフバリであった。当時としては交換溶接構造は珍しく、また、それまでの機体と比べて、 支柱や針線の数を減らすなど進歩的な機体であった。エンジンはガス電、神風を一気搭載していた。飛行試験は1931年4月から開始されたが成績が良好だったため、1932年から渡辺鉄工所で生産が開始された。しかし、 正式採用が決定したのは1933年5月で90式初歩水上練習機の名称が与えられたが、1938年に90式水上初歩練習機に改称された。採用後は各地の訓練航空隊に配備され、水上機搭乗員の養成に活躍した。海軍以外に日本学生航空連盟海洋部などの 民間組織でも払い掃撃が使用されている。初歩練習機としてはまずは申し分のない性能だったため、後継機である例式水上初歩練習機採用後も徴用され、戦争末期まで10年以上も現役を続けた。ただし、水上機搭乗員の養成という、やや特殊な任務のため生産機数はそれほど多くはなく、試作機を含めても合計211機にとどまった。 生産は主に渡辺で行われたが4分の1弱の機体は日本飛行機で生産された。また、陸上機型やエンジンをガス電、旗風空冷倒立直列4気筒に換装した型も試作された。ありがとうございます。